世界タイトル級タイトルマッチたち。何が、超安全運転爆音族たち。盾みたいな、盾、盾。立ちんだ、立ちみたいな。立ちんだって言うの。立ちって村があるから。それは立ちんだ。それはその論理的に間違ってないけど。立ちんだ、立ちは間違ってるよ。町はどう？町んだ、町。まさにマイチングマチコ先生みたいな。そういう時絶対胸守ることにしてんの。で、足もグッと閉じてるしね。当たり前やろ。襲いかかってきてるけども。歴代あいつらが。もうこれ、もう小さい頃からの癖。もう癖になってん。もう散々ひどい目にあったから。そういう時に襲いかかってきてるから、こういうギャグの時に。散々煮え湯飲まされたって言いながら、別に沸騰してへんけどな、あいつらの精液。最低な話やろ、ほんま。これ下の世界でそんなんや。上の世界で所詮あれやけど。それで笑うよね。下の世界でほんまに悪魔とか魔王とか言われたやつが。この大の神出の常識が、その世界で所詮あれやね。みんなほんま、地獄とその体の下の方の部分なんですけどね。そこの次元なんですけどね。そこで散々みんなに恐れられた魔法の悪魔たちが、この大の神出がしっかりと生きてる世界で、所詮あれやねんけど、あいつらはあいつらであいつらの中の世界を VR してるいうか、やっぱ魔法やねん。で、その、魔法ストーリーの一部やねん、あの行為は。この世界ででも、でもですよ。で、実際に連中の体の中の VR 世界では、ほんまに連中魔王やねん。でもあんまり村人おらんらしいね。そりゃそうやな。遠巻きにしてるだけやもんな、地域を。村いうのベッドタウンやったり、パワーマンション街やったり。それがとてつもない、なんか、かつて行ったそのリゾート地とか。それが村なんだってさ。そこに襲いかかる魔法がいったり。で、この田尻とか門真がイメージ違うなとは思わへんの、あいつら VR 存在やから。それが精神科にかかってるっていう意味やね、あいつらが。もちろん下の世界ではそんなないで。怖い魔王や悪魔ってみんなもすごい恐れたやつら。でも、上の世界では。で、その下の世界でやっぱり魔王や悪魔にやられた人たちって、この上の世界では実はね、大体もう人間になってへんね。本人のも嫌がって。大の神出の世界でも人間やめますよって、猫とか。他の脊椎動物になってる。結構。そういったもんですよ。だから結構うちの話、猫とか鳩とか笑ってたりする、カラスとかが。笑ってたりするもん。わかるみたいな。やったりするよ。そうかな、やっぱりそうだよね。上の世界厳しいな、じゃないで。下の世界の方が厳しいやろ、それ。厳しい、いう感じで。あいつら、寂しい。上の世界は寂しいな。あんましか相手してくれない。寂しいみたいな。天皇家が出て、天皇家の報道とか記事とかも、あばあちゃん、この部分反応してくれねえかみたいな記事が結構多いね。寂しいなやつも、かまって、あばあちゃんのやつが出てんの。みんなのいじりはおもんないねんって、なんか。天皇家に言わせてみれば。多分そうなんやろ。
もフィンランドいじり確かに面白ないかもしれないな。うちのいじりが面白いのって。例えば、マコの衣装を見て、その、餃子って見抜いてやろ。カッパしたら、カッパ寿司ちゃうあら、お気に入りやってみてた、あのギャグ。それから、その、白いベレー帽。ずっと、また餃子って言ってくれへんかな。さすがミス満州人。さすがミス満州トライ人。って言ったって、天皇家はさすが満州トライ人ですな。餃子ファッションでっかって。餃子って満州料理やから、実は。白菜もね、満州の野菜なんですよ。そんなうんちくんちゅう場合じゃなくて、結局、そういう現在の進学上の犯罪者っていうか、そのみんなもそうやねんけど、さらに倍やないとな。天皇家に就任してること自体、罪って思ってへんとか思ってんねんけど、もう一番安全な労働として、あれは精神病院最上階として、天皇家があるから。どうして精神病って言われるのって天皇家になろうとか、そんな感じの思考があるで。実際、下の世界では連中天皇家なんで、懲罰も。それが、だほんまに、ここはまだここですけど、本当に大魔神室の世界だ。日本天皇家って、あいつら見てどう、何が、何なんです、何なの、動物室やろね。生命体ではないので、定義上の。今のね、この世界で生命体で定義してるものではないでしょう、多分。じゃあ神ですかって、神の一応生命体で定義したやろうし。じゃあ何かちたまとか、個体というか、その、白色バイセル、赤色バイセル、つまりあいつらに。だから、今の蝶爆みたいなタイプが、だから赤色バイセルになるし。で、天皇家みたいなタイプが白色バイセルになるから、逆の場合もあるんだよ。パクとリーもな、パクが白色バイセルって意味で、D が赤色矮星って言うの。リッツモーって言うのかな。この世界では一応生命体として動いてるみたいだけど、しかるべき世界だ。矮星に次ひんねん。パクの D を。要するに山本民族は。要するに矮星ってのは、ね、惑星じゃなくてね、その恒星。いや、まあ、ガス惑星などが固まってしまったもの。それは、まあ、心閉ざしたってことです。星が冷えて固まるとそうなんです、実は。ね、うちはちゃうで。地球はちゃうで。地球は動いても生きた惑星。だってそれもなんか、女性なんだ。まだもっともっと細胞分裂するんだよ、これからも。今ちょうどそのビガハイの感じがその、アフリカの大地交代。あれ、ビガハイなら、よくなくーってやってるでしょ。あの部分、大地交代がうちの女性なんだ。でもちろん、こういう立場で見てるけど、こういうような、あの、化学構造式の編成の仕方はあるからね、もちろんね。なんで地球本人がここに2万年っていうのはそういうのよ。そういう処理できるもん、科学的に。ね、誰うちの女性なの。で、あっこから生まれるのは、うちやるけど、その、チンチンはついてない。女性から、地球という。女性。じゃあ、なんか、無理やりなんか男性にしようと思って、なんかいろんな、オスの犬とかいろいろな、襲いかからせてるのか分かんないけど。それがユーラシア大陸になって。で、犬に襲いかからせんかったら大陸なんかできなかったんですかって。まだできる時期ちゃうやん。もっともっと発生進まなあかんかな。でしょ？じゃあ、地球って最後人間の体になるんですか？うん。怖い？他の星はなれへん。地球だけが人間の形になるみたいな。それみんな見てるわけ。だからみんな寄生虫だ。